モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。イベントやったパラディス大分、はい、キャンプ場なんですけれどもレストランもあって、そこのランチコースがめちゃくちゃ美味しいんですよ。でランチコースの締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり、6食セットで家庭で手軽に楽しめるっていうことなのでね、はい、それをプレゼントします。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。安幸さんですね。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。我が家はレオパ、つまりヒョウモントカゲモドキを飼ってます。ヒョウモントカゲモドキ、うん、まあ、あのトカゲモドキと言いながらトカゲにもそっくりなんですけどね、はあ、でヒョウモンがあって綺麗なんですよ。家族全員レオパが大好き。世話は僕がやってます。餌は冷凍コオロギを与えていたんですが、長生きできるよう栄養価の高い生きた餌を与えようといろいろ調べた結果、デュビアを100匹家族に言ったら絶対反対されると分かっていたんで、こっそりアマゾンで注文しました。デュビアというのは和名がアルゼンチンモリゴキブリ、そう南アメリカに生息しているゴキブリです。その生きたデュビアが到着する日、仕事から帰宅すると家の中が騒がしいなんだなんだなんだと家に上がったら紙袋を持ってうわーと騒いでる妻と子供たち、そして僕の足元にちっちゃなデュビアがカサ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 、そうなんです、届いたデュビアが入った紙袋をカサ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 音がしていたんで子供たちが興味本位で開けてしまったんです。妻は僕を見ると何頼んどんかちゃ泣きながら怒鳴っててわなわなと紙袋からデュビアがこんにちはキャそのうち一匹は子供の頭にライドオン子供はうわーと叫び声を上げながら家中を走り回って柱に顔面をぶつけてうわーと大泣き、床を走り回るデュビア、もうカオスな状態でした。その後は全てのデュビアを回収したんですが、いまだに妻からも子供からも一切口を聞いてもらえません家族が愛するレオパのためにやったことなのになぜなんでしょうっていうすごいね、すごすぎる、こんなねえ餌があるんだ ね、しかもアマゾンで買えるんだね。アマゾンで買えるんですか、生きたねえ生きたデュビアをね、デュビア、そう、まあまあ君んちはねヒョウモントカゲモドキはいないでしょうけれども、はい、お送りしときますよ。嫌ですわさあそれからもう一ついきましょうか。これ20代女性かなさんですね。偏屈者の82歳のうちの祖父の話を聞いてくださいいいですね、うん、偏屈者20代女子がそういう言葉を使うっていうのがいいな。私が中学校の時、問題を起こした私は夕方から夜遅くまで校長室で怒られて、自宅には先生2人が車で送ってくれたんですが、その時もう時間が夜の10時を回っていたんです。いつも夜8時に寝る祖父が玄関の前で私の帰りを待っていて、厳しい祖父だったんで、あ怒られると思いながら車から降りたら、すっごい剣幕でこっちにドス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 と向かってきて、あまりの顔の怖さに私はもう泣きながらごめんなさい、すると祖父は私のことを素通りして、えっとあっけに取られていたら先生たちの目の前まで行って、こげな遅くまで子供ば拘束してから何ば考えよるとやそっち
夜10時だから後から聞いた話ですが、私が校長室で怒られてる時、祖父は何回も何回も学校に電話して、孫は解散かと確かにお説教中たびたび校長先生が席を外していたなそんな私も今では一児の母、出産した後モンスターじいちゃんからわしのひ孫ば立派に育てろとだけ言われました今年で息子は2歳、20歳になるまで、息子が20歳になるまで生きていそうな祖父です。あ、いいですね、お元気ね。おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム。